どうも、翔平です。またエイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。ってことでですね、母船になんとか戻ってきたようです。動きがめさめさ遅い。ここで着替えればいいのかな？ OK、チェンジ。さっき一瞬で着替えてたよね、そういえば。動画見てて思ったんだけど、何も突っ込まなかった。OK、これで元に戻った。Hello, hello, can you... うん。聞こえるかい？誰か。リプリー。リプリーなのか。そうだよ、ウェイツ。私だよ、このクソったれ。あそこにほったらかししたでしょ。選択肢はなかったんだ。あいつを見ただろうって言って。なんとしてでもやつをね、ここから出さなきゃいけなかったんだ。ってことは何をしてでもだってこと。餌として私を使ったわね。死なせよう、うん、死なせるつもりだったね。でもね、It got them work って言ってるんで、そうですね、まあ、ね、試みはうまくいったろうって。バスタードって言ってますね。ビューローに戻るから、あんたのやり方については後で話すことにするって。もう、ちょっと火炎放射器で焼いてしまいましょうか。リプリーさんはまあ怒るのはまあごもっともですけど、ちょっとね、ウェイツのやり方には問題ありますけれども、まあ安全策を取ったら、まあそれも仕方ないのかなとも思えなくもないと。もう最後のチャンスだったみたいだしね。なんか作れるもあるかな。作れるね。これ作っとく？こまめに作っておった方がいいってことだよね、多分ね。ノイズメーカーとかも作れないのかな？あ、拾って作れるようになってますね。よし。これもなんかね、もうちょっと簡単に作れるようにしてほしいな。めんどくさいんだもん、結構。スモークボムとかどう？あ、これも作れるようになってますね。まあ、ちょっとカットするかもしれません。パイプボム。さて、作り終わりました。ちゅうことでですね、ここには何もない。で、私は今どこにいるのかというと、ここはなんだっけ？ビューローってどこにあるのかな？ビューローってここだっけ？パッセンジャーラウンジで違うような気がするな。まあ、とりあえずそっちまで行ってみましょう。よし。でもちょっと待ってよ。待て。ということはだよ。ということは、あれですよね、エイリアンはもうこの母船にはいなくなったってことですよね。もうゲーム終わってしまうんじゃないのこれ。ってことは、これ最終話ねえ、だってもう、エイリアンこの船にいないんだもん。それともまだ、あと人間とのいざこざがあって、もう終わりってこと？ストーリーも。エイリアンと戦えなくなるのはちょっと寂しいですけれども。もう、ね、あれもちょうど切れたことだしという。OK。これで拾ったやつ入れておいて。バッテリーもあるね。OK、OK。エタノール。こっちでいいのか？こっちいいみたいだ。ここ来たことあるな、そういえば。一番最初に来たとこですよね、多分ね。そこ入れなかったんじゃなかったっけ？違った？なんかここら辺にもね、プラズマトーチでしか入れなかった場所がいくつかあったような気がするんですけど。そうか、エイリアンがいないから走れるのかも。素晴らしい。素晴らしいぞ。ここも来たよね、そういえばね。来た。え？キーカード？来てないのかな、やっぱり。ってことは、こいつが持ってる。あれ？何これ？ショットガンだって。見事に頭を打ち抜かれてるね、これ、多分ね。ショットガンいいじゃない。なんか、なんだろう。別な銃に思えてくるのは気のせい。ショットガンには見えないな。アサルトライフル的な感じだね。ユーズキーカード。銃が手に入るってことは、ここから人との対戦が始まるのか？
ちょっと待って、じゃあリボルバーに切り替えとこう。大丈夫？人、ここも一番最初に来たとこだよね。ここは？どっち行けんのかな？なんかここら辺でね、マークが出てるんだけど、これ何これ？プレイ。ハリス、ターナー。エイリアンいるの？いないよね。ノイズエブリウェア。何の話だったんでしょう。あれ？あのロボットって、あのロボットってダメな人じゃない？あれ多分。なに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 、どこにいたの、どこにいたのあんた。え、ちょっと待って、ちょっと待とうか、落ち着こう。ちょっと待とう。 OK なのかこれ。あぶねえ、なんだったんだ、どこにいたのもう一人。びっくりした。もうゲームクリップが録画されましたって。そういえばこれ解除するの忘れてたな。すみません、次から切っておきます。びっくりしちゃった今。倒した方が良かったのかな。まあ倒さなくてもね、弾の無駄、弾の無駄っていうのもね。ちょっと一回カットします。さて戻ってまいりました。リプリー、リカルドだ。たどり着いたかった。ウェイツのおかげじゃないけどねって言って、やつはねやっぱりクソ野郎だって、いつもそうだったようにって。スタバーンっていう人もそうだって言ってますね。うん、ロックダウン、ごめんねって言って。うん、でもねリカルドのせいじゃないからって言って、後でまたすぐ会いましょうって言ってますけど、ちょっと待ってね、ここ来たことないのかな。ってことはスタンバトンの効果を見せるときが来たのかなこれ。でもさっき2対1はさすがにしんどいな。スタンバトンだとリボルバーにするべきなのか、ショットガンを使うべきなのか。近くに何もいないみたいだけどね。どっち行けばいいのかな。おー、やっぱ来たことない場所みたいですね、どうやら。走っていいのかな。なんか音がするよ。何の音、誰か喋ってる。あれ動いてんのに何も反応が出ない。こっから先に行けって。あの人たち何してんの。え、なんか撃たれてる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 よ。なになになに、ちょっとこれな、え、あれ倒さなきゃいけない。何が起きてんだ、全然わかんない。リボルバーで応戦すればいいの。ちょっと狙うのがね、鬼のような難しさですねこれ。あれこれ、リュウちゃんに弾入れ込みしてていいのかな。そこ、弾通んないのかな。ちょっと一発撃ってみますね。あ、弾通らないんだ。じゃあいいや。これは何これ。これな、なんか、これ特に何もすることなし。ちょっと、訳がわからないよ、僕には。どうすればいいんだい。そっちは行けないって書いてあるから戻んなきゃいけないのかな。マップアップデートしていきますか、とりあえず。よし。
バンバン撃たれちゃって一体何をすればいいのかよくわからない状態ですけど、ここも行けない。あ、セーブポイントあるじゃん。それでどうしましょう。あそこは行けないみたいなんですけど、これも人間にやられた感じじゃない。あ、違う、人間にやられた感じなんだろうね。リボルバーアーム、ちょっとアイテムの探索だけしておきます。ここも特に何もすることはないね。ここから来たんだよね。そうだよね、リチャージドックス。なんかあの緑色に光ってたやつをいじくるのかなと思ったんだけど、やっぱりなんかね、ここら辺に入る入り口があるみたいだね。ドアロックって。ふーん、じゃあちょっとなんかよくわかんないけどまた行ってみましょう。あれに気づかれてるとダメなの？なんかやっぱり。ちょ、なんだな、あの人は。倒せないからな、どうしても。なんか、撃ってもしょうがないよね。ほら、ダメだね。これをなんかするんじゃないの？チャージパック。どうすればいいの？リストアダパワートゥー。いや、そこに行きたいんだけど行けないんだけど、どうすればいいの？これ、ああ、ここまで近づかなきゃいけなかったのね。ちょっと分かりづらいね。ほら、撃ってごらんなさいよ。通らないっていいわね。で、その緑色のが光ってるから絶対これかなと思ったんだけど、あー、なるほど、ドアを開けてくれるのね、そこね。だからリチャージブルって書いてあったんだ。リチャージなんとかって書いてありましたもんね。ここにはいない。じゃあこれから敵がモンスターじゃなくてエリアンさんじゃなくなっちゃうのかな。ちょっと残念だな、そうなると。フレームスローはで、これでそっち側に行くのかな。マスク的なのが置いてあるけど、それで、この先まで行ってどうすんの。大丈夫のようだ。EMP マインも作れるようになったんだ。でもだいぶアイテムが足りなくて作れないですね。あれ、 EMP マインってそう前から作れてたよね。レベル2っていうことか。タラタンのこっち側には行けない。作れるんだったら作っておきたいけど、やっぱりアイテムが足りないと。ここは OK、 ユーズレバーね。はいよ。いるのか。うん、アンドロイドに何か起こってるって。ここに来た時からおかしいよ、やつらはって言って。でも今回は新しいんだって。なんだろう、パブリックエリアでなんかやつら何かを落としてるって言って。ポストってなんだろうね。なんか手紙を落としてるって、郵便を。どういうことだろう。私の知らない使い方があるのかな。ここはどうやって行けばいいんだ。とにかくアンドロイドがおかしいっていうのはさっきから起こってましたもんね。あそこは燃えてるみたいだね。アンドロイドはいない。ユーズレバー。こっちは見なくていいのかな。あー、なんかアイテムがある。あんまうろうろしたくないんですよね。ショットガンしてる。オッケーオッケー。スクラップがすごい手に入るね。
OK、じゃあ行きます。よいしょ。このね、銃も狙いづらいし、使いづらい。本当に。ブラスティングキャップってなんだろう。なんか作れるようになってる。EMP マイン、パイプボム。これはないってことだね、赤だとね。もう作れるものはなさそうだ。ないね。なんかをしきりに喋ってますけど、弁当ではどういけるのかな。弁当にも一応見てみますか。あれ弁当で行かなきゃいけないのかな、これ。ちょっと待って、じゃあちょっと待って、上がいけないことを確認しよう。よいしょ。あ、上にまだ調べるとこあったんだ。ここには、お、ここはバーみたいな感じの場所だね。とりあえずアイテムあさりだけして、フレア、特にアイテムがないと思ったら急に光り出したりするんで、プレイ。誰がこれを聞くか分かんないけど、レコードをつけね、記録をつけとくべきだと思ったのって。はあ、この人は記者かなんかなのかな、新聞記者みたいな。ディスアピアランス、なんか誰かが消えてることがね、始まったんだって言って。でも、それを聞いたときね、なんか大きい匂い、そのなんか巨大な何か陰謀を感じたのみたいな感じ。なるほど。ここに閉じ込められて、なんか誰かが消えてたらしいんですよね、いろんな人が。なんか取材に来てた人かな？消えてるっていう話は初めてだな。そんなの話してましたっけ？なんか行方不明者が出てたっていうことみたいですけど、リプリーだ。アンドロイドはどうなってる？わからない。その機器レベルを変えることはできないのか、わかんない。サミュエルに聞こうと思ってるんだけど、あー、アポロっていうのが多分あれだと思うんですよ。エイリアンシリーズで出てきた、あのエイリアン1でできたね、多分機械が、AI のコンピューター知能が、確かマザーっていう名前でしたよね。それが、これを、この機体を、この宇宙船を司ってるのが多分、アポロなんじゃないかな。それに、何で遊んでるのかをサミュエルに聞かなきゃっていう風に言ってたんですけど、ここは大丈夫みたい。こっちからは登れないのね。リストアパワー。ここは何かある、タグ。特にアイテム、ん、ユーズ。とても100年後とは思えないぐらいでかいラジオが置いてありますよ。で、これを上げればいいのかな。このジェネレーターもね、なんか原付自動車と、あ、原付とあんまり変わらない。オッケー、あれ、あ、いいよ。これでちょっとショットガン弾手に入ったんで、こっちに着替えてみますか。よし、あ、4発しか入らないのね。なんだ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 よなんだよなんだよ、ビビらせない。ちょっと待って待って、なんかすごい嫌な予感がするんだけど。あ、ちょっと待って、なんか今いたよね。パイプボムとかも使ってみたいんだよね。音がうるせえ。あら、そんな、いきなり爆発しちゃうタイプ？ 2個使っちゃったもん。聞いたー。あれ、いい人？ほら。ほら。何発やれば、3発か。
あんまり強くないね。パイプボムもなくなっちゃったし、EMP 前もないから、スタンバトンの方が1対1は強そうだ。ショットガンがどれくらい強いのか試してみたかったんですけど、ここは大丈夫。さっきの人たちが殺されたってことか。ってことは、サーチ。リボルバーも。ええびっくりした。びっくりさすなよ、お前。お前、人のこと、痛い、どっから撃ってきてる？なんか、撃たれなかった、今。なんか撃たれなかったって。ちょっと見えないんだけど、全然。そこか。まだいる。ちょっと待て。そこか。こっちはリロードで不利だ。あと4発しかない。まだ生きてる。ライトの影に隠れやがって。それは一般市民ね。あれ、オッケー。ショットガンシェル、オッケー。じゃあショットガンシェルもリロードしとこうか。音がすごいな、ちょっと。リボルバー持ってる。これも調べたのかな。オッケー。あとこの人か。はいよ、オッケー。でどっちに行かなきゃいけないのかな。これはずいぶん距離ありますね。まだあそこにもなんか人が倒れてる。エンプティー。そっち側からなんか行けなさそうな感じだね。これは味方。味方が殺すとね、即ゲームオーバーという厳しいルールなので気をつけないといけないですね。これは何もない。すごいな、音楽がまた。でかい音で聞いてるんで、ちょっと実況、自分の声も上がってしまうという。ちょっと音量下げました。オッケー。ショットガンが3発も打たないと倒せないっていうのは残念な仕様ですけど。あれ、なんか閉まってないか。ここもなんかある。リストーダーパワー、あ、開くのね、こういうとこ。ちょっと待って、じゃあこっち側か。これ開くのかな。あ、開かないの。やはり開かない。なんか部屋があるな。でもここか。あー、ここが開くのね。なるほど。エタノール。あー、アポロがね、アンドロイドをなんか話してるって。何が起こってるか全然わからない。トレパスバイオレーション。なんか奴らはね、ただ単に狩りを楽しんでいるようだ。状況が通る、入り次第また連絡するみたいな感じだと思いますけど、アンドロイドはもう全員なんか敵になっちゃったみたいですね。オフザリーシュって言ってたんでね。だからもう、びっくり、びっくりした。ちょっとあんたついてくんのね。ビビらすなよ、俺んとこ。いきなり来て、カツカツいってね。今もう、アイテムとかないみたいですね、もうね。あの人と一緒に行動すんの？あ、声が聞こえる。ちょっと、ハンドガンじゃちょっと心もとないな。スタンバトンでこれ、使っていくしかないか。ここだな、多分。いる？あ、いた。ちょっと待って、でも、無駄な戦闘は避けてはいきたいところだね。
あっちに行った。どっちに行けばいいんだこれ。わからない。後ろ、斜め後ろから行くのこれ。ここかな。なんか上の方にいますね。こっちではないのか。地図が見づらいな。ちょっとアッパーコンソールじゃないからこっちだね。やっぱね、コンコースじゃないから。あいつが来る前に行っちゃいましょう。もうてことはいっぱいうじゃうじゃいるのかな。やられてるね、だいぶ。空っぽ、スクラップ満タン。ちょっと待ってね、いっぱいいろんなとこ閉まっててよくわかんないんですよ。多分ここが開くのかな。あいたあいたあいた、びっくりした。ラーメンって書いてある。コロニアルマーシャリングって書いてあるから、その近く、わー、近くまで来てますね。いるのかな。大丈夫っぽい。スケキヨの方が怖いです。なんかエイリアンより、なんかなんていうの、乾いた感じが。あのベトイ。セキュリティシャッターが閉まってるから開けてくんないって。ウェイツ、お前らやつほっとけって。あー、中に入ってきちゃったんだ。もうやられてるよ。ホールドスティールだって。多分やられちゃったんだろうね。ウェイツ、オルタネイティブルートだって。どこから入れるのこれ。今そこにいるんでしょ。でそこが開かないとなるとだよ、ちょっとセーブがしたいけどね。こういうとこ開かないもんね。ここら辺も開かないよね。どうすんだろう。ラーメンってこれ。あの棒がね、どっちがね、やっぱり横書き縦書きにするとわけわからなくなっちゃうんですね。アメリカの人とか、まあしょうがないですね、それはね。ここ入れるみたいなんだけどな。リストアパワーってなってるのはどうすればいいんだこれ。ってことはまた違うやり方があるってことだよね。ここから来たんだっけ。あれ開かないな。でもこっちから来たのか。あ、ちょっと試してみましょうか。ほら、来いよ。ビリッと、ビリッと一発、気分よく。はい、はい、はい、はい。ほら、ほら、ほら、ほら。初めて、初めて適切な使い方をしたようだ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やっぱり結構簡単に倒せるもんだね。実績が解除されました。スタンドだって。ここも行けないのか、でも。どうすればいいのかな。ここが開いたりもしない。ちゅうことは、上に行かなきゃいけないのかな。ここも開かないんだよね、確かね。で、そっから来て、行ってないのは上ですね。そうなると、こっち側に行かなきゃいけないのかな。大丈夫、大丈夫だね。いないね。そこが開いた。ちょっとマップいただいてきて。どうすればいいんだ。
ここは開かないのね。ちょっと次のセーブポイントそろそろやめる時間が来てしまうな。これどこに行けばいいんだ。これセーブポイントがうまいとこにあるね。よいしょ。じゃあとりあえずですよ、ここで一回切ろうかな。よし、ちょうどまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。